be good for me. Lately I've...あ、始まりました。本日、ジャスミンのチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、1月18日、午前10時28分、YouTube 録画しております。今日もですね、仮想通貨ちょっと全体の動きを見渡して、その後はジャスミンですね、しっかりチャート分析させていただきたいと思いますので、どうか最後までご視聴いただければと思います。今、画面切り替えてまいります。はい、まず仮想通貨全体の動きなんですけども、今日全体的にちょっと下落になっております。ビットコイン、イーサ、それから BNB などね、ちょっと主力のところも安くなってしまいました。まあ、ただ1週間でね、こう見ていくと、先ほどもちょっと相場分析してるんで、まだの方はそちらも見ていただければと思うんですが、全体的にですね、1週間ぐらいあまり動いておりません。ただ ADA とかね、この辺が 15% 今日上がってますし、それからライトコインが最近ね、動きがしっかりしております。まあこの中で今、なんて言うんでしょう、ちょっと出遅れてたようなライトコインとかね、それからまあ ADA にもちょっと資金が向かっているということなんで、まあ、全体的にこう俯瞰してみると悪くない動きなんじゃないかなと思います。今日ちょっと赤いんでね、心配されている方も多いかと思いますし、ただちょっと午前中ですね、見ていたんですけども、大体ですね、午前7時ぐらいですかね、8時ぐらいまで、ちょっと下落してきましたが、その後は切り返してきてますので、まあ、全体的に悪くないんじゃないかなという動きです。まあ、後ほど先ほどね、ADAとかライトコインも上げてますので、そちらよかったらチェックしてみてください。ではですね、その後今、ジャスミーがどうなっているかというところなんですけども、はい、こちらジャスミンなんですけど、価格が今 7.68 円ということで、大体 5% 下落になってきております。ランキングの方が253位ということで、結構ね、ランキング高いですよね。パレットトークンとかに比べると、まあ、全然桁も違いますし、パレットトークン確か3300ぐらいだと思うので、全然違うんですよね。ですので、まあ、結構上がりきっているのかなっていうふうに、思われてもね、ちょっと不思議じゃないのかもしれませんし、まあただ100円ぐらいには、いずれなれるんじゃないかなと思いますので、まだまだ上がる余地は十分、上がっているとはいえね、ありますね、というふうには思っております。ただなかなか最近は動きが悪いですし、まあ、私がいつもお伝えしている価格 7.6 円というところまで、今到達してしまいました。また落ちてきてしまったような状況なんですけども、日足で見ていきますとですね、ちょっとパフォーマンス良くないかなって考えております。これ1週間のちょっとチャットになりますけども、ただ1週間ね、最近見ていくとですね、12日、ビットコインとかもね、あんまり動いてないんですよね。ビットコインはこの辺からずっと横ばいなんですけども、ジャスミンはちょっと動きが悪いですよね。こう下がっちゃってますからね。でライトコインとかに関しては、例えば12日がこの辺だと、ちょっと上まで行ってるんですね。この辺まで行ってるので、まあ、ジャスミンはビットコインとかにイーサに比べると弱いです。それからライトコインとかADAは強いということで、ちょっと相関性がちょっと低いなっていうところですよね。このADAたちとは。ジャスミンですね。低いですよね。ですので、ちょっとこの辺しっかりチェックしておくのもありかもしれません。相関性低いのをちょっと逆に利用してですね、しっかり意識していくといいんじゃないかなと思います。で、こちらがね、上がっていくことになってくると、まあ、ライトコイン、ADAはわかんないですね。ちょっとそのまま強いので、二つとも上がるかもしれませんし、ジャスミーがちょっとどうなるかっていうのが気になるんですけども、ちょっと他の仮想通貨ともですね、いろいろ見ながらですね、ここのトレードどうしていこうかなっていうところをしっかり検討する、ちょっとフェーズに入ってきたなというところですし、まあ、買い場といえば買い場なんですよね。私もいつも 7.6 円というお話をしてるんですけども、まあ、なかなかここから下っていうのは、まあ、全然いける範囲だとは思うんですけども、あんまりね、下に行っても、そこまで下には行かないんじゃないかなというところはありますので、まあ、そろそろ買いの、まだの方はね、準備してもいい価格にはなったのかなというところかと思います。まあ、ここですね、7円ぐらいがやっぱり一応次のサポートになりそうな感じなんで、まあ、ちょっと余裕がある方はこの辺まで待ってもいいかもしれないですね。まだ慌てて、買っていってしまうと今度7円でサポートが効かないと 6.5 円ぐらいまで来てしまうことになりかねないので、まあ、慌てて今は買うような感じではなくて、ちょっと 7.6 っていうものをもう少しね、下に切り替えていってもいいかもしれないですね。金利の問題とかがまだまだくすぶってますし、そう簡単にちょっとね、終わる感じはしないので、どちらかというとちょっと価格の方が今下に緩やかに流れてきてしまってるなというところなんで、
まあ、ちょっと 7.6、7円ぐらいで買うような支度をして、まあ、思わぬ安さが出てきてしまった時とかに買うとかね、6円ぐらいとかで買い入れては面白いかなと思うんですけども、まあ、6円ぐらいで買って8円ぐらい逆に今度売るという形、今まで買ってたようなところで売れればですね、結構面白いんじゃないかなと思います。今は別に慌てることはないです。たくさん持ってる方は全然、たくさんより増やす必要は全くないと思いますね。ここでもう持ってるもので十分いいと思います。私は思いますけどね。まあ、どれぐらい持ってるかにそれぞれ違うんだと思うんですけども、ゼロの方はそろそろ準備が必要かなと思いますね。この辺で買う準備。で、持ってる方は別に何も今は特にすることがあんまりないのかなっていうふうには思いますけど、まあ、それは皆様の戦術次第なんで、それぞれ異なるかと思うんですけど、やっぱり今はこのあたりで、毎月買っていくとかね、そういう形の方が負けにくいんじゃないかなと思います。ここで例えば買ってしまって、5円とかになっちゃったら、5円ぐらいで売ったら 2.5 円ぐらい、その持ってた分ね、枚数分負けてしまいますので、今そうなりかねないですね。ビットコインとかがまだ1週間動きがないぐらいで済んでるんでいいんですけど、ビットコインとかがやっぱ 20-30% ぐんとね、下げてきてしまうことを、一応想定しとかないといけないと思うんですね。まあですので買うときはあそこで買う。ジャスミンも5、6円で買うというようなイメージはそろそろ持っておく必要も出てきてしまったというのは今の 7.6 円っていうのは表していると思いますね。まあちょっと残念なんですけども今全体がちょっとそういう状況なんでその辺は受け入れていくべきかなと思います。まあ、この辺ですからあまり動いてないので結局ね。定期的に買っていて、まあ、ちょっと上がった何年後かに売れば、まあ、利益その分出るので、まあ、そういう形で積み立てていくのが一番ベストじゃないかなっていうふうに常々思います。最近は特にそうだと思います。政策、ね、アメリカの政策とかがちょっとそういう形で、株価とかちょっとね、少し落としてでも雇用を守りたいみたいなちょっと状況が出てきそうな感じですし、まあ、そういう動きがちょっと見られるので、少しマーケットは少しだけ下がるような形の方に来やすいんじゃないかなと。まあ、急落してしまうとかではなくて、下げ続けるとかではなくて、一旦そういう動きということですね。まあ、その後はまた緩やかに全体的に戻ってくるとは思うんですけど、今のところはそちらの方に舵を切った方がいいかなと判断しているような状況が生まれてきたなというところですね。まあ、ですので、仮想通貨も同じような動きになりそうですから、しばらくはちょっとこう今起こっているような下落のターンが少しずつ、まあ、継続していくという感じ。で、それからまあそれが、まあはっきり終わるのはいつかわからないですけども、ずっとそういう形ではないと思いますね。緩やかにまたその下がった分が戻ってきてより上がっていくみたいな感じの展開になっていくかなと私は思いますね。ですので今は仕込み時といえば仕込み時なんですけど、仕込み時なんだけど下がっていく仕込み時なんじゃないかなと思いますね。ですので、結果的に買い取得単価を下げるつもりはあんまりないんだけども、下がりながら増やしていくことはできるかもしれませんね。まあ、ですけども、あんまり、やっぱり金額を見てしまうと、こう下がっていくとですね、失敗だったかなと思って売りたくなっちゃうんですよね。だからそこは機械的にもう一月一回買うと決めたら、その時は確実に買うように準備してですね、それ以外はまああんまり触れないというかね、余計なことはしないと。そういう形か、今は一番いいんじゃないかなと思います。ジャスミンも同じですね。ジャスミンがいいと決まればですね。決まらないのにそれ積み立てやっても意味ないですし、失敗しかねないですから、まずジャスミンがもしいいと思うんであればの前提です。私はでもそんなにね、たくさん保有するようなものではないと思いますので、自分の決めた量をですね、しっかり集められるまで積み立てていったりとか、まあ期間で決めてもいいと思いますけどね、1年とか5年とか。そういう形で積み立てていくという形で、お給料のね、無理のない範囲でやっていくとか、ちょっと自分なりに決めてですね、その規律はしっかり守るという形が一番ベストかなと思います。まあ一応こういうふうに入れても全然悪くないと思いますし、まあそれは自己責任になりますけどね。まあ大体ポートフォリオの 5% ぐらいでいいかなって私は思いますけどね。まあ 5% から多くても 10% ぐらいですかね。まあそれぐらいで十分もし上がるんであればですね、上がれるパフォーマンスがどうなるかちょっと先のことはわからないんであれなんですけども、まあプロジェクト自体は悪くないと思いますし、まあしっかりそのね、プロジェクトが行われて、
うん、でも、なんて言うんでしょう。ジャスミンの場合はまあ、そのプロジェクトもそうなんですけど、おそらくはビットコインとかイーサーがやっぱり関連してると思いますし、その辺が上がればジャスミンもという感じになるんじゃないかなとちょっと正直思いますね。ですので、やっぱりビットコインとかイーサーがどうなるかが、まあ実は一番やっぱり重要であって、まあ、ジャスミンがどうのこうのっていうよりも、そこがやっぱりね、高まっていくのがまず第一前提。その後はそれぞれの仮想通貨の価値が見直されていくという感じになって、まあ上がるものと下がるものと、あまり上がらないものっていう風になってくると思うんですけども。まあですので仮想通貨全体がまず上がるって前提が一つ必要ですね。その後ジャスミーがどうなるかっていうね、そのプロジェクトによってそれぞれ、まあ、上場これからしていったりとか、まあそれからエアドロップだったりとか、いろいろその辺は読めないじゃないですか。ですからそこは、まあ、それぞれの仮想通貨の運営を決めることだと思いますので、まあ、どうなるかは読めないんでね。わからないですけども、まあ、一つ候補に入れるのを検討するのは悪ないかなっていうぐらいだとは思います。はい。ちょっとね、こういう形で今動かないんでね、なんとも、相場分析もしづらいんですけども、まあ、今日もね、しっかりでも 4% 下がってしまったっていう事実はやっぱり受け入れていかなければいけないですし、ちょっとジャスミンまずいかなと思っている方がこんだけね、下げ、を誘導しているということだと思いますので、ちょっとその辺の事実も一応しっかり受け止めてですね、これからの投資につなげていければなと思います。まだまだね、始めたばかりのね、このジャスミンのプロジェクトですし、まあ本当にまだ上場してもね、日がないんですよね。ですので本当に判断がつきづらいと思うので、もう一回しっかりですね、ジャスミンのバックボーンというのを調べてですね、投資に値するか、で値するんであればしっかり積み立てていくと。いう形しかないと思います。今は本当にそういう状況じゃないと甘く見ない方がいいと思いますね。はい、ということで今回ですね、ジャスミンのチャート分析、連日下がっているのでちょっとね、本当に心苦しいんですけども、まあ、正直にお伝えさせていただきました。また動きありましたらですね、ぜひチャート分析させていただきたいと思いますので、これからもどうぞご視聴いただければと思います。はい、ということで今回ジャスミンのチャート分析、以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。